ブラーナスは、スペイン・カタルーニャ州、ジローナ県のムニシピ。コスタブラバに最初にできた観光地で、コスタブラバの入り口と呼ばれている。砂浜、洞窟、周辺の山々を楽しみに、国内の観光客がやってくる。カスティーリア語では表記は同じだが、ブラーネスのように発音。30案状の統合ク様式のカブレーラ、失脚宮殿ブラーナスの史上戦士時代から人が、 定住していたと見られるが、はっきりとしているのは、イベリア人のインディゲテス族が定住していたことである。彼らは、サンジュアン山の南山麓に定住地を作り、定住地を石の壁で覆っていた。紀元前195年、大加戸がインディゲテス族を征服し、イゴロウマカが進んだ。トルデーラ川川口と天然の湾の間にある、この定住地は、 海上から物資を受け取ったり内陸で再分配が可能な戦略上の用地になった。港湾があった場所には倉庫、工場、ビルタ、そして墓地があった。ローマ人はこの地をブランダ、またはブランデイと呼んだ。ポンポニウスメラはカタルーニャ沿岸部について記した際、小さなブランダ集落について述べている。ダイプリニウスは博物史において、 ヒスパニア・タラコネンシスを訪問した際のことを記している。この時彼はブランディが複数あったことを述べている。ローマ人が暮らすオピドム、アピダム・シビアム・ロマノーラムは沿岸部、現在のマタローとアンプリアスの中間にあった。メラもダイプリニュスもトルデーラ側の存在については一致している。ブランディが複数あったというのは 定住地が川の両岸にあったことを意味しているとされる。左岸はインディケテス族が暮らしていた頃からある古い定住地で、右岸はその後できた土地だった。ローマ衰退後、西郷東国の一部となった後、8世紀終わりまでアラブ人に支配された。1002年に初めてその存在が知られたサンジアン城はカブレラ施釈家が所有した。13世紀、施釈がいくつかの特権や自由を ブラネス港へ与え、定住を促進し経済が成長した。カブレーラシャクベルナと四世は、若マルティン王子式下のアラゴン海軍で船長を務め、シチリア遠征で戦い、1400年にはキプロスで戦った。王家は彼をモディカ博としてその忠誠に報いた。新たな教会が村の頂上に立ち、ブラナス施釈宮殿が新築された。この時代から村は、 城壁で追われた。1423年には2つの病院ができた。その地理的な高位地から、ブラーナスはいくつかの歴史上の出来事に立ち会ってきた。1113年、キリスト教国連合軍によるバレアレス諸島遠征の時、艦隊が港に停泊した。1285年にはタイアラゴン遠征で、フィリップ3世のフランス海軍がブラーナスに停泊し、 村に火を放った。1355年には、ジェノバ共和国から攻撃された。1415年、対立教皇ベネディクトゥス13世が乗船した、ガレー船を受け入れ、ブラネスから教皇はペニスコラへ向かった。16世紀には、ビスカヤやカスティーリアの船が停泊するようになった。町は、海上交通で活気に満ち、漁民や船員のギルドが生まれ、 海岸には造船所ができた。収穫人戦争後、ブラーナスの歴史は安定する。ルイ14世軍に幾度も攻撃され、カブレーラシャク家の宮殿が破壊された。スペイン継承戦争では、ハプスブルク家指示に回ったために、降伏後は、働き手の男たちを奪われた。18世紀終わり頃から、平和な時代が続き経済が持ち直し、対新大陸貿易、漁業。 農業、そして産業が盛んになった。1859年には鉄道が、1889年には電気で街灯が灯されたにもかかわらず、19世紀末は造船所の不況やフィロキセラ流行によるワイン生産の壊滅的被害といったくらい時代であった。ブラーナス住民からは食を求めてアメリカへ渡る者たちが出た。 1950年代後半から国の内外の観光客がブラーナス観光へやってくるようになり、1970年までに人口が倍増した。ありがとうございます。